はい、どうも、カッパ園長です。さてと、じゃあ、今度はね、CPTPP の話いこうかな。なんかね、これ、とある半島のあの国からイチャモンつけられたとかじゃないですよ。でも、若干関係あんのかな。なんかさ、このアメリカがね、米国通商代表部かな。が、TPP はもう時代遅れだと。いや、このアメリカが、我々アメリカが主導権を取れないんだったら、ね、存在価値はないって言ってるんですよ。アメリカがね、通商代表部がね。で、アメリカが我々が主導権を取れないから新しく作り直すべきだっていうことを言ってるんですよね。うん。はいはい。やったらいいんじゃないですか。うん。で、そこにね、喜んでね、なんかね、はい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 って、売りも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 って言ってる、この手を挙げて飛びつく人がいそうじゃないですか。ね、どこの誰とはあえて言いませんか。まあなんかあれでしょう、この競争力強化ね、このなんか主導権が取りたいわけですよね。だからアメリカだけ良くなりたいわけですよね。アメリカって結局それじゃないですか、最終的にはね。いつもそうですよね、昔から。で、だからもう TPP 加盟国全部を経済的軍事的にね、中国をからこの守りたいわけですよね。うん。だってアメリカのこのね、言い草で言い、ね、この言い方で言ったらさ、そんなこと言ったらだって NATO とかだってどうなんですか？冷戦時代の骨董品、異物になり下がってるじゃないですか。うん。だからつまり、なんだろう、このアメリカにとってね、面白くないもんだからぶっ壊して、もう一回ね、うん、アメリカ主導でやり直そうぜ、みたいなことをね、このぼやき出してるんですよね。うん。いや、もう主導権取れなかったからね、面白くないんですよ。うん。なんだろう、だからアメリカのこの言ってることだ、もうブロック化みたいな、ね、そういうことをアメリカ主導でのっていうのをこのもう一回やりたいってことなのかな。うん、ね、うん、自分から抜けといて何言い出したんだ何言ってんですかね。うん、数年でコロコロ変えるかよっていう話ですよね。うん、だから今からね、この入ってもほらアメリカがやりたい放題できないじゃないですかね。そもそも入るにはね、全会一致ですし、うん、で入ったら入ったで、入るときにはこのね、条件丸のみが条件ですからね。うん、だから新しいのを作りたいんですよ。うん、だったら最初からアメリカ言い続ければよかったのにね。うん、ね、今更この抜けてね、なんか面白くないもんだからみたいな何がブロック化だよ、笑わせんなって話ですよね。うん、もういい加減ね。ただな、これね、例えばこの岸田政権ね、うん、全方位土下座外交展開だからあるいはアメリカにね、うん、バイデンさんあたりにね、うん、お岸田みたいな感じでアプローチされたら、あ、いいっすよ、 OK ですみたいなこと平気で言いそうだからやだな。うん、もういい加減ユダヤ企業に踊らされるのはさ、やめるべきだと思うんだけどな。うん、だからもう完全にさ、ね、ベコナン、もう誰が見たって聞いたってわかるでしょ。アメリカが、ね、アメリカにとってアメリカが一番儲かる仕組みで作り直したいって難癖つけてるだけなんで。うん。だからまあ、アメリカが約束破って抜けるぐらいね、有利な条件で、まあ、落とした。で、だから未だにね、思いますけど、やっぱり甘利さんってあの当時相当頑張ってたっていうことですよね。うん。まあ、アメリカの事情としては、そうですよね。まあ、ざっくりですけど、アメリカはこの金すりすぎて、ドルすりすぎて、まあ、なんか、金が、ドルがあって、もう物がないから、ひたすら貿易負けすることになるっていう、そこをなんか嫌がってるっていうことなんじゃないのかな。でもさ、今更さ、TPP 加盟国、だから日本だけじゃなくて、あんだけね、苦労して苦労して交渉を続けて、やっとまとめてきたものを、アメリカ主導でね、うん、もう一回仕切り直しでって、やれるもんならやってみろっていうところじゃないですかね。うん。まあ、だからってね、大陸とか半島がこう入れるとかっていう、そういう話でもないんで、うん。まあ、アメリカなしの方がね、加盟国のためにね、いい感じに運用できると思いますけども、うん。ようやく落ち着いてきてるのにね。うん。あんなごたごたにはもう誰も付き合わないと思いますけどね。うん。ね、もう、ね、中国も半島もスルーですけど、アメリカもスルーでいいんじゃないですか。うん。
なんだろう、もうアメリカさんとはさ、ね、このなんか年を、年をまたぐようなこの約束とか、この契約とかはできないって判断した方がいいんじゃないの？どうせこれなんかね、まあ多分ないと思いますけど、まあアメリカが主導みたいなことをやったって、どうせなんか面白くない方向に行き始めたら途中で抜けるんでしょ？めんどくさくなったりしてさ。なんか EU にあって、でインド太平洋にないものはこの財政規律とかこの貿易とかあと国力の不均衡とかの調整がもうできないわけで、だってそもそもがだってこれさ、アメリカだって主導的立場でさね、そもそも参加してた枠組みだったはずなのにね、で、なんだろうな、だから結局にもともと最初って日本だってもうなんかガチで日本がこの主導してたっていう感じじゃなかったと思うんですけど、まあ、日米みたいな、だからむしろ日本はアメリカに付き合わされる格好でなんかスタート切ってたはずなのに、で結局なんかこうね、途中でアメリカ抜けてさ、でもなんか途中で諦めずに、ね、日本とあと他のね、この環太平洋諸国、ね、他のメンバーと一緒になってやってきたわけでしょ。で、まあ途中からまあ英国が参加してくることになったりとか、ね、台湾もなんか動き始めたりとか。いや、もうだからね、アメリカに有利な内容に変えられちゃうとさ、ね、日本にとっては完全にそうだな、例えば農業と、あとまあ、全ての産業って言っていいかな、製造業とかなんかも破壊されちゃいますからね。いや、もうアメリカなしでいいっす。ね、アメリカとしてはもう日本にしてやられたとでも思ってんじゃないですかね。で、思い通りにいかないもんだからって第2弾、いや全然そんなんいらないです。はい、さん、はい、断る。いいじゃないですか、そこは。ね、アメリカ大好きな、ね、この半島とよろしくやってなよ、そこだけは。まあちょっとこの元々のね、このアメリカのこの通商代表部、の誰がいつね、どこでどういう目的で発言したのかっていうその元のソースが当たれないんですけども。まあでもこういうことをアメリカがもし言ってるっていうことだったら、まあさっきのこの TPP 交渉に関して日本は相当うまく立ち回ったっていうことの証拠になりますかね。だから今更ですけど、アマリさん。ね、だってこれもアマリさんの、これこそがアマリさんの最大の功績って言っていいと思うんですよね。まあ、だからアメリカにとっても中国にとっても、まあ半島はっきり言ってどうでもいいんですけど、日本の国益を追求してね、国家100年の計を見通すことができるって言ったらちょっと言い過ぎかな。いや、でも言い過ぎでもないと思うんですけども。っていうこのアマリさんのような、この、やっぱりね、得意じゃないですか、あの人は。そういうね、政治家らしい政治家って言っていいのかな。周辺国にとってはたとえ同盟国であってもはっきり言って邪魔ですよね、厄介者ですよね。で、一方ね、この岸田さんみたいにね、なんていうのかな、このあっちフラフラこっちフラフラすぐ目の前の餌に飛びついちゃうような人、でも自分では何もこの決断したくない、責任取りたくないっていう、そういう人、要は軸がないっていうのかな、主義主張に軸がない、そういう政治家はさ、もうなんていうのかな、この例えばマスコミにこの金出してる国にとっては一番都合いいですよね、操りやすいんですよね。アマリさんみたいな人ははっきり言って厄介ですよね。周辺国にとってはですよ。だからこのそういうマスコミに載せられた、まあ、大衆世論がね、一丁前に許さんだろうけれども、日本のこの国益を追求できる政治家だったら、まあ周辺でね、この秘書がゴニョゴニョやろうが、ね、なんかこう、あれ、ね、このぶっ飛んでたりとか、なんか芸者見受けしたりとか、ね、なんかこう、なんていうのかな、いわゆるこのスキャンダル的なやつ、あんなのはもうはっきり言って、さまつなことのはずなんですけどもね、まあそれはともかくね、まあもうアマリさんの話してもしゃあないんですけども、TPP の中でアメリカがもう力を発揮できないって言うんだったら、もうその程度の通商力しかないってことでしょ、アメリカに。じゃあアメリカが新たに用意したって、そんな通商枠組みなんとね、枠組みが何の役にも立たないっていう、その証拠でもありますよね。だからアメリカに対してそうなれるために当時の参加国で努力して TPP を立ち上げまで持ってったわけですから、アメリカがこういうことを言ってくるってことは現状 TPP はね、うまく、回ってきてるっていうことでしょ。ね、アメリカが話し合いから抜けた途端他の国がみんな加入して、日本が名主役で TPP が成立したんですからね。アメリカの有利な協定が他国にとっては迷惑で、ね、アメリカは人望ないなって思った瞬間でもあったと思うんですよね。
とりあえずね、アメリカがこう言ってるってことは、まあ、あまりさんやっぱり頑張ってたんだなっていうことですかね。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。